脳梗塞リハビリセンターの奥シュリハビ。今回は足首の運動について紹介します。お前に足に体重乗せやすくなったりする、そこがちょっとずつ広がるように意識してそうです。意外と簡単にできます。皆さんこんにちは。脳梗塞リハビリセンターの福田です。角地山です。今回の自主リハビリは歩行の時の振り出しが苦手な方だったり立ち上がりが難しい方におすすめです。脳梗塞の後遺症があると体のバランスが取りにくくなり、その分股関節の周りの筋肉を固めてしまう場合が多いです。股関節の筋肉が硬いと歩行の振り出しの時にうまく力が使えなかったり、立ち上がりの時に足で踏ん張りづらくなったりします。股関節周囲の筋肉が柔らかくなると全身をうまく連動しての動きができるようになってきます。ぜひお試しください。それではご覧ください。この、まあ、足首の運動っていうのは、はい、この場合はいい足を2本の足でやってるんですけれども、2本の足のコントロールが良くなると、まあ非足の足を振り出すときに体が使いやすくなるっていうような形の人です。はい、悪いほど悪いほどというか、非足の足でやると、まあ、同じような効果があるんですか。そうですね、非足の足の方の場合は、まあ、麻痺の影響もあるので振り出し自体っていうよりかは、まあ、どちらかというと立脚の時のコントロールとかにももちろんつながるかなっていう感じですね。立ち上がる時とか体を前倒した時に股関節ってちょっと回旋が起こるんですけれども、なかなかその回旋が起きづらい場合にこういうことをすると意外に足に体重乗せやすくなったりするんです。まあ、注意点としては骨盤の向きなんですよね、はい、骨盤が寝た状態で動くとなかなかこの股関節が前傾位って言って体が起きた姿勢にならないので、立ち上がりを意識したりするときには骨盤がちゃんと前傾位、体が起きた状態で体重を乗せることによって、ここの後ろ側の筋肉がほぐれたりとか体重が支えやすくなったりとか、そういう反応が出るので、まあ、骨盤の位置が結構重要になってきますかね。足を組んで。そうですね。じゃあ角地山さんの足を組んで、今の設定だと、まあ、左足に対してちょっとやってみようという形になりますね。はい、で左足でやるときに骨盤を少し起こしたので、そうですね。この状態でちょっとでもぐるぐる回ってみていきましょう。こっち回りで。どっちでもないんですよ。基本的にはやりやすい方から回していただくという形がいいかと思います。でちょうどこの回ってる中心が足の付け根になってるかどうかっていうところですね、はい、ちょっと触らせてもらうと、はい、でこのぐらいですね。ここまで結構左を中心に回るっていう感じなんですね。そうそうそう、はい、左のお尻が中心となってこう動く感じですね。でこの円を描く中で綺麗な円を描けないところ、例えば左の前が行きづらいぞとかの時は、よりそこがちょっとずつ広がるように意識して、そうです、回していく感じだったりしますね。十分その引っかかりなく慣れてきたら、今度はこう反対回りに行きましょうか。この場合だとやはりこっちに来る量がちょっと少ないので、少し意識してこのくらいまでこういくと、素晴らしい、いいですね。こういう感じで動くと、しっかりと股関節が良い形に整ってくるというところですね。足を組む理由っていうのが大きく2つありまして、1つはそのしっかり効かせたい足に体重を乗せるという役割と、もう1つはこう足を引っ掛けてることによって支える側の足が動かないように固定ができるっていうことですね。なので支えてる左足を固定した中で上の上半身を動かすことによって、し
っかり股関節に対して効果を出すことができるというような形になってますね。こうやってるとやっぱりこう足を乗せてるのもあるので、この下の足にすごく体重が乗ってる感じがしてきますね。意外と簡単にできます。そうですね、まず柔らかくなるので動きやすさが増します。あとはその中でうまい体の使い方っていうのを学習できるとそれが残るようになってきますね。今回の動画へのご質問やご要望がありましたら、ぜひコメント欄へお書きください。脳梗塞リハビリセンターチャンネルでは毎週1本動画をアップしておりますので、ぜひチャンネル登録をしていろいろご覧になっていただけたらと思います。ご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。